ベーカールー線、ベーカールー線は、ロンドン地下鉄の路線の一つで、路線図上では、茶色路線で示される。ロンドンの南東部のエレファントキャッスル駅から、北西部のハーローウィルドストーム駅までを、シールドトンネル路線を呼び、地上路線区間で結んでいる。全25駅中、15駅が、地下にある。ベーカールー線は、ロンドン地下鉄で7番目に、乗客の多い路線で、 各駅のホーム全長は110メートルである。この路線は当初ベーカーストリートウォータールー鉄道と呼ばれ、ロンドン地下電気鉄道によってベーカーストリートランベスノース間が建設され、1906年3月10日に開業した。この路線は5ヶ月後の同年8月5日にエレファントキャッスルまで延伸された。省略名のベーカールーが広く通用していたため、 1906年7月に正式名称もベーカールー線に変更された。1898年7月にベーカールー線の建設が始まった際、工業起業家、企業起業家であるが資金を提供したが、彼は関係した金融手続きで違法行為を犯し、1904年に有罪を宣告された後に法律裁判所で小的な自殺をした。 ライトの脱落により建設は数ヶ月停止し、チャールズ・ヤークスと関連企業が参入、残りの区間を買収することで工事が再開された。1913年までにベーカールー線は当初の北側の終点であったベーカーストリート駅から西方向に都の乗り換え駅となるメリルボーン駅、新駅のエッジウェア、ロード駅の二駅を経由し、 グレートウェスタン鉄道との乗り換え駅となるパディントン駅まで延伸した。1915年、ベーカール線はクイーンズパーク駅まで延伸し、LNWR の本線、現在のウェストコースト本線と並走するロンドンノースウェスタン鉄道の直流電化路線、現在のワットフォード TC 線と線路を接続し、ワットフォードジャンクション駅までの直通運転を開始した。 ワットフォードまでのベーカールー線直通運転は、1960年代に運行本数が削減され、1982年にストーンブリッジパーク駅より機体の直通運転が廃止された。ストーンブリッジパークハーローウィルドストーン駅間の直通運転は1984年より徐々に再開され、1989年には終日運行となった。 ベイカールー線の列車は、ユーストーン駅からのロンドンオーバーグラウンドと、クイーンズパーク駅ハーローウィルドストーン駅間で線路を共有している。1930年代、メトロポリタン線のベイカーストリート駅、フィンチリーロード駅間の線路容量法和に起因する混雑が問題となった。この問題を解決するため、ベイカーストリート駅のベイカールー線ホーム。 フィンチリーロード駅間の新トンネル建設、この新トンネル区間へのセントジョンズウッド、スイスコテージ領域の設置、新トンネル並行区間のメトロポリタン線の3駅、ローズ駅、マールボロロード駅、スイスコテージ駅の廃止を含むが実行された。このプログラム自体は、この新トンネル建設にとどまらず、ロンドン地下鉄全域に及ぶ、包括的なものである。 ベーカール線は1939年11月20日にメトロポリタン線のスタンモア駅までの運行を引き継いだ。この支線はベーカーストリート駅でベーカール線の2支線が合流することによって生じる雑解決のためベーカーストリートチャリングクロス間に建設された新線にスタンモア支線を接続しジュビリー線として1979年5月1日にベーカール線から分離された。 ベイーカールン南端のエレファントキャッスルからキャンバーウェル及びデンマークヒルへの延伸が1931年ロンドンメトロポリタンディストリクトセントラル電気鉄道会社計画が案され1931年に認可されたこの計画は第二次世界大戦前に着工されることはなかったが1940年特別立法により1947年に認可が更新されている この延伸線は1949年版までのロンドン地下鉄路線図に記載されているが建設には至らなかった。バーウィックアベニュー駅には1990年代までベーカールー線南行の行き先としてキャンバーウェルが記載されていた。ベーカールー線は開業から1917年までベーカールー線が電源をディストリクト鉄道と共有していたために起こった。 問題を解決するため、給電用レールの曲線が他の路線とは逆、外側レールがマイナス、中央レールがプラスになっていた。ベーカールー線では、外側の給電用レールがトンネル壁に漏電する問題を起こしていた一方、ディストリクト線では中央レールが漏電問題を抱えていたため、ベーカールー線の曲線を逆にすることで両路線でマイナスが漏電するよう対策された。 1917年、LNWR がユーストン・ワットフォードジャンクション間の新線を開通させた際、ベーカール線がクイーンズパーク駅から北の路線を共有する可能性があったことから、ベーカール線とディストリクト線の給電が分離され、ベーカール線の給電用レールの曲線が通常と同様に戻された。ベーカール線は2006年3月10日に、 開業100周年を迎え、各式年行事が行われた。2006年2月に、ユーストン・ワットフォード間の直流電化路線の管理を政府からロンドン交通局に関する決定が下されたことにより、ベーカール線北部の運行がロンドンオーバーグラウンドの部であるノースロンドン鉄道の改変と同時に変更される可能性がある。1982年に廃止された、 ワットフォードジャンクションまでの区間を2026年までに再延伸することが計画されている。1949年に計画されたベーカールー・0のキャンバーウェル延伸計画は2006年にロンドン市長圏リビングストーンが20年以内の延伸を示唆したことで復活した。この計画は具体的な公約を伴うものではなく提案の段階でしかない。 ロンドン交通局の2025年までの長期計画には、ノーザン線を2つの独立した路線とする構想が含まれる。この計画では、現在のチャリングクロス支線をケニントン止まりとし、この路線をキャンバーウェルを含む南東方向に延伸する構想になっており、これが実現すれば、ベーカールー線キャンバーウェル延伸は不要となる。1906年の開業時には、 マンチェスターのトランフォードパークで製造された1906系電車が使用され、ついでクイーンズパークへの延伸に合わせて、ブラッシュトラクション車で10両、リーズフォージ車で2両の1914型電車が製造された。クイーンズパーク以北への運行用として、メトロポリタン車両で72両が追加された。この車両は、LNWR とロンドン地下鉄の双方が所有したため、 ジョイント型と呼ばれ、LNWR の標準塗装が施された。この車両には、空気式のドアが装備されず、信頼性に問題があったためごく一部が、LMS で引き続き運用された他は1930年に、ロンドン地下鉄スタンダードがあった電車に置き換えられた。1930年代の一時期、ワットフォード方面の電車には識別のため、窓付近に、青帯が巻かれていた。 1919年にピカデリー専用としてキャメルレアド社で製造された車両の一部が1932年にベーカールー線に転用された。この車両はロンドン地下鉄で初めて空気式自動ドアを採用した車両である。この車両と当時在籍していたその他の車両群は後にスタンダード型に置き換えられ。 スタンダード型は1938型と1949型に置き換えられた。1972系新製投入によって1949系全車と1938系の一部が置き換えられ、以降1938系電車、1972系電車で運行された。スタンモア支線がジュビリー線として分離された1979年。 以降1972型はジュリー専用となり、ベーカール線は1938型のみで運行された。1983年から1938、軽電車は打線から転用された1959軽電車に置き換えられたが、ほどなくジュビリー線への1983型電車投入で、年出さた1972軽電車が転用されて1959。 型も置き換えられた。1938系電車は1985年11月20日に運行終了。1959系電車はノーザン線に転用された。ベーカールー線では、ジュビリー線への1983型電車導入で、年出された1972系電車二次車が運用され、ストーンブリッジ車両基地で保守が行われている。 ベーカール1000の車両には白地に株青、前面及び客用ドアブ赤のロンドン地下鉄標準、塗装が施され、ロンドン地下鉄の2種類の車両サイズのうち、商談面のシールドトンネルに合わせた小型の車が使用されている。内装は1990年から1994年にかけて更新され、座席も青系のものに交換された。一部車両は、 セミクロスシート、残りの車両はロングシートである。1972型は2018年に置き換えられる予定になっている。路線図はロンドン交通局の公式サイトからダウンロードできる。中期かつてのスタンモア支線の駅についてはジュビリー線の記事を参照のこと。1917年から1982年までベーカール線の列車は ハローウィレドストーンの先の直流電化区間、ワットフォードジャイクションまで乗り入れていた。この区間のその後ロンドンオーバーグラウンドにより運行されている。スタモア支線はメトロポリタン鉄道、現メトロポリタン線によって建設され、1939年にベーカールー線に転換された。その後1979年5月1日にジュビリー線となっている。 この支線は、ベイカーストリート駅で、ベイーカールー線本線と接続していた。ベイーカールー線には3つの車両基地があり、国鉄の発電所後に1978年4月9日に開設された、ストーンブリッジパークの車両保守施設併設のものが最大である。開業時からのロンドン道ド路ド車両基地も、クイーンズパーク駅北に1915年に開設された。 車両基地と合わせ現在も使用されている。クイーンズパーク車両基地はロンドン地下鉄で唯一営業列車が内部を通過する車両基地である。ベイーカール線がワットフォードまで運転されていた時代にはクロックスリーグリーンにも車両基地があったが1985年に廃止されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。